文句だおらのコーナどうも、チンボウンボウしてねです、それそれして破裂だこしょうでございますけども、あれですね、寒いわ。なんか寒くなってさ、で仕事が昼間に終わってこう帰ってきてさ、寝ちゃうだよね。うん、寒くて、おいで寝ちゃって、変な時間に寝ちゃってさ、おいで起きて2時ぐらいに、夜の2時ぐらいに起きるっていう生活が続いております。地獄だわねえ。で別に仕事がなきゃいいけど、仕事がある時に限ってそうなっちゃって、念と行くとか地獄だわ。直したいなと思って我慢するんですけど、結局眠たさに負けて寝ちゃうんですよねあー地獄だわ。なんか今眠たいからもう一回寝ようかしら。で年末年始のね、特番とか出る番組とかいろいろ撮ってましてもう大体終わったのかな、もうちょっとあんのかな。でいろいろ出ますんでね、また告知もしますんで、見てやってくださいよねえあいつクイックジャパンにドキュメンタルの感じの取材を受けたんで、あれ出てんじゃないですか。まだか、来週あたりなんか出るみたい。クイックジャパン早く見てえわ。ああマジで変な時間に起きて、変な時間に目で腹減ったから飯食って、あれこれきついな、この生活が。で直すにはもうあれですよね、眠たさ我慢してずっと徹夜みたいにするしかねえんでしょうけどあれなんですよ、結局ね、例えば12時入りとかだとさ、結局10時ぐらいに起きなかったでしょ。で今から寝たら全然 OK なのかな。うん、そう、今から寝たら OK なんですけど、なかなかやこう動画とかやるじゃん。で結局6時7時になって寝るってなると、あと3時間ぐらいしか寝れないってなるじゃん。そうするとさ、起きれない可能性あるじゃんね。閉じるのは絶対嫌だから、なかなか刺激味ですよ。うん、微妙じゃん3時間って。3時間まだマシだけど、3時間切ると絶対起きれない自信あるんだよね。1時間半で起きれる皆さん、俺1時間半じゃ起きれねえんだよね。1時間半ぐっすり寝ちゃいそう。眠たい時に1時間半で起きるとかなると、でたまんなくしんどいじゃん。この間も地獄やったもんだって、なんか、福岡の、ゼップの福岡で、なんかソニーのイベントがあったんですよね。
でソニーのイベントあって、あの奥田民生さんとかパフィーさんとか出てて、で打ち上げがあってさ、終わってからほいで朝一に帰んないといけないっつって、次の日仕事やったから、んーでさ、打ち上げ2時ぐらいまであったもんでさ、で2時で、違う、2時半ぐらいかな、そっから1時間半ぐらい寝て、でロビーに集合ってなって、地獄じゃんね、1時間半睡眠でも叩き起こされるっていう、しんどいわ。で1時間半で起きて、でタクシーで車で空港まで行って、で空港でチェックインして、ほいで飛行機1時間半ぐらいじゃん。でまた1時間寝て起こされて、ほいでその 次の日、あと3時間ぐらい時間あったんですよ、仕事までに。だからまた2時間ぐらい寝て、で叩き起こされてて、2時間睡眠ぐらいのやつをずっとやってて、たまらんかったな、あれ。あれで狂ったんですよ、時間が。たまんないな、あれ。うん、しょんぼりですわ。だ、変な時間に起きるでしょ。だから誰とも時間が合わないっていう孤独感。うん、まあいいや、時期治るでしょ。うん、変な時間に起きるのも。おい、なんか、なんかね、疲れちゃったよ、もう。明日もなんか12時にあるから、だから今から寝れば、まあまだ間に合うわ。うん、もう寝るわ。もうちょっと寝て、直さないといけんわ、これは。うん、変な時間に起きるのも。でもな、結構寝ちゃったから寝れねえかもしんない。またアラビキダも出るからね、やるから、見てくださいよ、アラビキダ。何時だっけ、20何日がやりますね。あと言えるやつどれだ、結構撮ったんですよ。あ、そうだ、来年の1月の後半にまたちょっとロフトでイベントやるんですよ。で、まだ内容はちょっとまだ言えないんですけど、ロフトプラスワンでちょっとライブやるんで、よかったらぜひご来場ください。楽しいじゃんね、ロフトで酒飲みながらね、飯食って、やーやー言って、アホみたいなこと言って、どんちゃん騒ぎするっていうね、ノリが楽しいですよ。うん、またね、普通のライブとは違う楽しみ方ですけど、うん、またそちらの方もよろしくお願いしますっていうことで、はい、もういいや、今日はそんな感じで、別に文句っていうことも言ってねえけど、文句だわらのコーナーでございました。あらしたー。